グボさんポジポジ美容にしましょうかポジション持ってると FX ねポジション持ってるとなかなか損切りできないっていうねタバコを持ってるともったいないなみたいな損切りできないみたいな、ね、<laughs> 損切りできな損切りなかなかできないですねポジ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 ション持たないと落ち着かなかったりとかまあねちょっとまあいろいろな観点で僕もこれはちょっと今ありますけどもまだあと8本ぐらいありますけど ちょっとあの、動画を撮ろうかなと思います。タバコやめますっていう動画を。<laughs> まあいい機会ですね。なんか、うん、体のサインというか、うんまあ、もしね、まあ、ここのちょっと痛み、違和感がなかったら、まあタバコにも発展しなかっただろうし、うん、なんかこの受信力というか、うん、体の異変をどのように受診するかですよね。いや ここと肺は関係ねえみたいに受診するのか、まあ、健康大事だよねって受診するのか <laughs> まあ健康大事というか,なんかまだ死ねないなっていうのがすごく僕はあってやっぱ仕事の責任ですよねやっぱ、あのー、僕塾を運営していて60歳までやっぱサポートしていくっていうのはずっと言ってますし、まあ、ずっと続けてるので、まあ、そこはやっぱやり、まあ、自分の人生の中で まあ決めたたここととが守れなかったこともあります全部が決めたこと守れたかっていうと守れてないこともあるしうだけどなんか一個はねやったなと人生の中でこれはやりきったぞと有言実行でやりきったぞっていうのを一個あるといいんじゃないかなと思いますねだからドリームアカデミアも何すかねあと20年間運営したら多分ネットビジネスの塾でそこまで長く続けてる塾って多分ないと思うんですよ だトータルで27年とかになると思うんですよねあの。あと20年やると、トータルで27年塾運営しましたみたいな。多分なくないですか、久保さん。ネットビジネスの塾で <laughs>。27年やってますみたいな <laughs>。だからその、事例を、一つ、ほとんどの人がやりきれない事例を作りたいですよね。うん。そう。だからどうしたって話なんですけど、まあ自分の人生の中で、なんか一個でもっていうところで。 だからそこを全うするためにもやっぱあと20年は生きていかないといけないなっていうだからそれも良かったですねなんかそのそれがあるから一つのなんか目的とか目標というか一つの何かがあるから、うん、それを達成するために、うん、それを達成するために、うん、捨てていかないところを捨てていかなければいけないことも出てくるんじゃないかなというところですよね、うん いってらっしゃい。